で、ここの見せ方、このロールの見せ方がめちゃくちゃ素晴らしいんですね。ダンスのそのインパクトみたいなところで言うと、細かいこういうちょっとロボットみたいな、その場でじっくり見せることもできるし、ダイナミックな大きい、技っていうものもたくさん持ってるしっていうことで、まあ要するにその最強なんですよね。今回はですね、沼ハマということで、そうたくんの、ソロのダンス、フリースタイルダンスを見てみよう、ジャマイカということで、収録ボタンをファイということで、最初にリアクション動画を撮っていき、終わった後にですね、見終わった後にちょっとダンスについてもお話をしていきたいなというふうに思っているところでございます。そうたくん以外にも、ダンサーさんたちがいらっしゃるっていうところなのかなということで、見ていきたいと思います。で、著作権の関係があるので、音はちょっとこちらで聞かせていただきつつ、映像も少し文字がスカッと入っていると思います。ご了承くださいませ。行ってみましょう。レッツラーゴーツ。あー、なるほど。初音ミクさん。ちょっとこう、テクノ系なんですね。お!からの。もう余裕ですね。おー、美しい。おー。やば。あーおーおー激ヤバじゃないですか。すごーい余裕ですね。わー、ちょっと速度落としていきますかね。この入り方とかはすごくエアポーズっていうんですか、こういうのふわふわって見せていくっていうところからのこの入り方とか、もうこのエアーポーズっていうもののこのクオリティが高いっていうところからですよね、まずね。で、このね、この感じです。この引っ張り合いですね。で、この胸のロールと足元のこの膝のロールっていうんですかね、のこの引っ張り合いの回し方がもうすごく綺麗なんですよ。すごくサクッとここは乗ってらっしゃるんですけども、アイソレーションの基礎がすっごいめちゃくちゃ染み付いていて、かつすごくそのクオリティが高いからこそ、これがめちゃめちゃかっこいいんですよ。で、このあたりでトゥ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 パンの部分で一発大きめのヒットを今度打ちに行くっていうところで、見せていく要素変えてるんですよね。最初の部分はエアポーズっていうその質感の部分で、その確かな実力を見せますよね。で、その後にちょっとこうやって乗っていきながら、そのいわゆるポッピンっていうもののスキルの丁寧さというか、うまさ、下地のうまさみたいなものがちゃんと嗅ぐことができて、で、その後にタラパーンっていうところの、ちょっとビートが強めに来るところってドスンというそのヒットを打つことによって、ヒットの強さも今ここでクリアしましたよねっていう風に、マーキングをこう一個一個のチェックシートの中にこうちゃんと入れてってるっていう感覚です、僕の中では。で、このあたりとかは音楽がちょっとこうビルドアップっていうんですか、ダン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 っていう風に上がってきてるよねっていうところで、ヒットをダン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 っていう風にボルテージを上げていくっていうところになってますよね。ヒットの質感がさっきよりも強くなっているっていうところと、足元の動きっていうものもどん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 こう増えてきてるっていうところがあります。で、このあたりとかはもう見ていて皆さんもお気づきかと思いますが、やばって思うのは、一回右足をキュッとかけてから、かけたこの右足がまあキックスタートになっているわけでございまして、この右足を起点として足をぐるぐるぐるって振らせて、右足からぐーっと体に上げていって、右手側にウェーブを通していってからの、右手で今度操作すると左側の足からグググググっていう風に上がってるっていう、つまり右足から上げてって右手にやって、右手から今度左足に流してって左側に通っていくっていう風に、体を二分割した上で、右側で行ってってから左側で乗っていくっていうことをしているわけでございますね。細かくないですかっていう。ダンスのそのインパクトみたいなところで言うと、細かいこういうちょっとロボットみたいな、その場でじっくり見せることもできるし、ダイナミックな大きい、技っていうものもたくさん持ってるしっていうことで、まあ要するにその最強なんですよね。振り幅がすごいっていうので。で、ポッピンっていうそのダンスをやってる人たちの中で、そういう大きい技に触れる人たちっていうのは、やっぱりちょっとこう強いというか武器があるので、華やかさもありますし、単純にやっぱりスキルもあるっていうところにつながってくるかなっていうふうに思いますね。その大技のところにちゃんとスキルを乗せてるっていうところがあるので、やっぱすごいなっていうふうに思いますね。
ここだー、このフロアの使い方もですよね。足元がこれ起点になってまして、一回この右足、ソータ君の場合は左足に右足をクッとこうかけるようなところが一つ技の起点になってるっていうところも見えてくると思います。その踊ってる方たちによってやっぱりなんでしょうね、こうトリガーとなる動きだったりとか所作っていうのが意外とあったりするんですよ。その人だけが持っているダンスの習性というか癖みたいなものがあって、ソータ君とかは結構この右足をかけてから何かが始まるっていうのは結構僕見てる感じですけれども多いなっていう風に思います。なのでこれが来たってことは何か来るぞ、あー来たーっていう感じですね。でここの見せ方、このロールの見せ方がめちゃくちゃ素晴らしいんですね。大きい派手な見せ方をした後にここからグッっていう風にこう入っていくじゃないですか。この引っ張り合いですよね。右の肩側と腰のこのアイソレーションの使い方、ここから肩がグッと入ってきて、でそこから胸がぐるっと回されていって、その回した勢いがそのまま足にクククッと入っていく。で一回内側に入ったかと思いきや外に伸びていって、で肩の上に戻ってくる、こう来てこう来てるっていうことですよね。でもう一回下に戻っていって、ここで耐えるのもわけわからんぐらいすごいんですけれども、そのベーシックなスタイルですね、これ最初の方に言ったいわゆるこの胸のこのロールの部分だけで見せていくっていう、上半身と下半身を連動させて音をつなげていくっていう、まあ作業になりまして、しかもすごいそこに深みがあるんですよ。肩がしっかり入ってるとか、首が今これちょっと首というか背中が丸まってる状態ですよね。なので後ろの感覚とあとは前の感覚っていうものがすごくここ綺麗にバランスよく見えてますと。でここ胸をグッて反った時のこの胸の開き方とか、このサイズ感大きさっていうところもしっかりとこの前後のアイソレーションのクオリティが高いからこそここまでダイナミックに見えるんですよね。でその後に足に一回戻してってから、もう一回上に上げて、もう一回下に下げていってからの右足から左足に思いっきり体重をかけて乗せてグッと伸びてルビビビビしてからの、これソータ君たまにやるやつですね、ひっくり返してからここの手を抜きに行くっていう、こういうウェーブを通すっていう作業に、この手のこの筒の部分を通してここを抜いていくみたいなことをやったりとかするんですけども、それと足元の動きが一緒に連動してます。どっちもやってるっていうところ、これがまたすごいところですよね。でここでうまくキープして耐えた状態で乗ってって、で、フィニートっていう感じでございますかね。素晴らしいです。ダンスのお話で言うとこういうところになります。このぐらいやっぱり細かい部分のダンスをしていらっしゃるのと、ド派手なところとやっぱりベーシックな部分っていうところのバランス感覚っていうものがすごいんですよね。だからちゃんと自分の中のそのダンスっていうものにおけるその見方が、派手なことやってればいいんだぜっていう人ではないですよっていうところが実は超大事というか、ちゃんとそこを計算してダンスのその渋い部分の見せ方のかっこよさみたいなものもちゃんと分かってる人の踊り方っていうところなので、やっぱりそういう意味で本当に何でしょうね、複合的にダンスっていうものが見えてるっていうところと、エンターテインメントとしてのダンスと、ちゃんとそのカルチャーとしてのダンスっていうところでのうまさっていうものをしっかり理解したダンスになっているっていうところになるわけでございます。それが NHK さんのこの沼にハマって聞いてみたで行われていたというところでございまして、裏側はこんな感じになっているというところでございます。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せいっ。